はい、こんにちは。スタジオ経営の茂木です。今回はですね、バタフライで手がなかなかこの水の上に抜けにくい人、そういう人に向けた魔法の練習方法をお伝えしようと思います。で、いきなりこんなのを持って登場したのでどうしたんだっていう感じだと思うんですが、僕自身ですね、実は去年格闘技の試合に出て、その時に、キックボクシングの、アマチュア全日本チャンピオンの方と幸運にもこう対戦する機会に恵まれて、その時に食らった蹴りでですね、前十字靭帯っていう膝の一番大事な靭帯を切ってしまって、で、その切れたまま1年ぐらい普通に生活してたんですけど、まあ、僕も太極拳だとかいろんな武術を練習していく中で、足の上にまっすぐ乗る、膝をねじるような動きっていうのを出さないようにしていく、そういう練習を積んでいたおかげで、日常生活では全く問題はなかったんですけど、格闘技の試合とかにもその切れたまま何回か出てたんですけど、試合だとかそういう極限の状態になってくると、足のことかばいきれなくなっちゃって、膝がずれるような感覚があって、で、まあ前十字靭帯が切れてから1年以上経ってから、前十字靭帯を再建する手術を受けてきました。で、手術受けたのがですね、4日前ですかね。で、退院したのが昨日です。で、早速こうやって動画撮ってる。で、もう明日から普通に仕事するっていう感じの、僕としてはまあじっとしてられない性分なので、割とこう仕事とか何かしらやりたくなっちゃうので、まあ、こんな風に、まあ、つばぜつきながらなんですが、また動画作っております。まあ、今回は冒頭でもこう言った通り、バタフライの手を抜く時のポイント、で、手の動かし方にももちろんポイントがあるんですが、それだけじゃなくて、いかにその体重を前に乗せて沈んだ体が浮かび上がってくるタイミングを自分の中で見極めていくっていう、そのやっぱりバタフライはすごくタイミングだと思ってます。手をかくやり方ももちろんなんですが、それ以前にドルフィンスルー、もしくはイルカ飛びという練習をして、水の中にちゃんと体重を前に乗せて潜るということ、そして水の中で胸を開いていくことによって浮いていく、そして前に進んでいく、このタイミングですね、この2つをしっかりやっていくことで、バタフライの手を楽に抜けるようにしていく、そういった練習方法をこの動画では紹介したいと思います。で、今回の動画もですね、オアシス金町店さんの朝スイムというレッスン、毎週木曜日の朝の6時5分ぐらいから体操して、だいたい6時20分ぐらいから入水する、すごく朝早いんですが、その時間帯にやってる朝スイムというレッスンですね、その中でバタフライの練習をしている時の動画、これをまた15分ぐらいですかね、結構長めに水中映像もたくさん含めて撮ってもらいました。で、これを使ってバタフライの手を楽に抜けるための手の描き方と、あとはタイミングですね、イルカ飛びのタイミング、この2つについて今回は紹介していって、バタフライを泳いでて手が抜けにくい方、何が原因で手が抜けないのかっていうのをこの動画の中で見つけてもらえるといいかなと思います。では早速見てみましょう。で、今日はまあその一応バタフライの最後、こう手を抜いてこう泳いでいくところとして、先週までやってたバタフライのキックとリズム、体をこう突っ込んだり起こしたりしていくリズム、それに手の動きを合わせていこうかなと思います、はい、で、最初にまずやることとしてはですね、ドルフィンスルーというやつをやりたいと思います。あんまり難しくはないです。名前的になんか大層な感じがするんですけど、そんなに難しくないです、はい、この水面があって、この水面の中に指先、そしておでこから入って、体を水の中にこう入れて、そのままスーって伸ばして浮いてくる。これがドルフィンスルー、もしくはイルカ飛びっていう風に言ったりもするんですけど、このドルフィンスルーっていう練習になります。まずはこれをやりたいと思います。実際に水の中で見た方が早いと思うので、やってみます。こんな感じで3回で僕ほぼほぼ21メートルぐらいまで来てるんですけど、1回でできるだけ長く進むにはコツがいくつかあるので、そのコツを紹介すると、まず溝落ちあたりですね、この辺からこういうふうに背中を丸めるような感じにしてください。
水落ちからこうやって丸める感じにして、背中を丸めて猫背を作る。それで指先とおでこから入る感じにします。でいつまでもその格好だとプールの底に突き刺さっちゃうので、その格好で水の中に入ったら、今度はその丸めてた背中を思いっきり伸ばしていきます。こういうふうに猫背で入ったら水の中で胸を張ります。このタイミングがうまく取れてると、入って体重が前にかかってさらに胸を張っていくことで、胸の重さでより前に進む感じになって水中でスーッと進みます。いつまでも猫背だと下に突き刺さってそのまま浮いてきちゃうし、胸張って入るとそもそも体重が乗らないので全然進まない感じになります。ちょっと悪い例をやってみます。猫背しないで入るとこんな感じになります。最初から胸張ってなんかスーパーマンみたいな感じでこう入っていくと全然進まない。でもう一個、猫背のままでずっといると下に突き刺さるか、もしくはこう入ってそのまま上がってきます。もう一パターンの悪い例をします。こう入って猫背のままだとそのまま浮いてくるか、もしくは下に突き刺さっちゃうので、こう入って水の中で胸を張る。今度はいい例でやってみます。あんな感じで猫背で入って水の中で伸ばして、そのままリラックスして伸びて体が浮いてくるまで伸びる。で浮いてきたら立って同じことを何回も繰り返していきます。これで、結構、海で泳ぐオープンウォーターの試合とかだとまだ足がつくけど泳ぐのはどうかなっていう微妙な水深の時に、今のイルカ飛びバシャ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 やっていくと結構スピード乗ったりするんです。だからこれを練習しておくのはいいかなと思います。男性だったら25メートルを4回ぐらい、女性でも5回ぐらいでいけると相当うまい方だと思うので、できるだけ少ない数でいけるように練習していけるといいと思います。じゃあこれで25、4回やってみましょう。4回ぐらいでいけました。もうちょっとかかりました。なかなか難しいと思うんですけど、できるだけ少ない数で、イルカ飛び、このドルフィンスルーでいけるように、自分の頭の位置、首の位置とか胸の使い方とか、あとタイミングですね。猫背から背中丸めた状態から背中反らせるタイミングをどこに持ってくるかとか、その辺をいじっていくと1回のドルフィンスルーですごく距離が長く稼げるようになります。その辺はいくつか練習していった方がいいので、本当は25メートル4回じゃなくてもっとたくさんやった方がいいですし、もしくはプールに来て最初の準備体操とかした後にウォーミングアップみたいな感じでドルフィンスルーから始めてもらったりすると体重のかけ方上手くなります。これを練習するのが平泳ぎとバタフライで体重乗せていくために結構大事です。だからこれは結構練習しておいた方がいいと思います。で今のドルフィンスルーに手の動きをつけたいと思います。こうここら辺、水落ちあたりから背中を丸める。この感じで水の中に入って、水中に入ったら胸を張って、こう下向きに潜った状態から上向きにこう切り返したタイミングっていうのがあると思うんです。潜った状態から上に浮いてくるタイミング。潜ってから浮いてくるぐらいのタイミングの時に手をかき始めて、体が一番水の上に出た時に、手が外に広がるような感じにすると、バタフライは軽く手が上がります。これをフラットでまっすぐで泳いじゃうと、手を上げるためにこういうことをしなきゃいけなくなるので、こういうことをすると肩のこの辺の筋肉すごく使うし、こう上げながら前に運ぶっていうのはすごく肩の動き的に良くないので、無理やりそれやると肩痛めやすくなります。肩甲骨がうまく使える人であればフラットバタフライっていうのは泳ぎやすいんですけど、初めのうちはこうするのって結構難しいですし、ある程度柔軟性が必要になるので、柔軟性がなくてもできるのがフラットじゃなくてひねりを使うバタフライになる。
なので今のイルカ飛びで入って潜って水の中で胸を張って伸びてきてから手をかいてふわっと外に払うようにするとバタフライは手がすごく出しやすくなります。焦らずに潜ってから浮いてくるタイミングでかき始めて体が一番水の上に出た時に外にふわっと広げる、そんな感じでかけると結構泳ぎやすくなります。一回やってみます。こんな感じです。で水の中で見るのと水の上で見るので両方で、水の中だけじゃなくて水の上でも見てもらうといいと思います。じゃあもう一回行きます。こんな感じです。潜って体が浮いてくるぐらいの時に手をかき始めて外に払っていく、これが結構大事です。外に払う感じ、上に上げようっていう感じじゃなくて外に払うっていう。なので背中よりも腕を高くする必要はなくて背中と同じぐらいの高さでいいです。その方が手が回しやすいです。あんまり上に上げすぎないで水面すれすれぐらいで通ってくるような感じで、こう来た後に外に広げていきます。こう来た後に外に払う、で外に払った勢いで前に放り投げられるとベストなので、水の上に出たってここで安心しちゃうとそのまま体がすぐ沈んで手が前に行くときに水面を削っちゃうので、下にいたら外に払ってその勢いで前まで来る、そんな感じでここで動きを止めない、外払ったのをそのまま入水までやる、そんな感じでいけるといいかなと思います。じゃあもう一回、やってみます。こんな感じですね。まずは呼吸しないで顔を入れたまんまでやるのがおすすめです。慣れてきたら手をかきながら顔を上げてここで息を吸って手が入るときに頭もしっかり入れる、そして呼吸ができるといいんですが、初めのうち呼吸するとちょっと難しくなるかもしれないので初めは頭入れっぱなしでいいと思います。今度呼吸もやってみます。呼吸するとこんな感じになります。で まずは顔入れたままでここでスムーズにスパーンと外に広げて手が抜けるようにっていうのを練習できるといいんじゃないかなと思います。でこれも25、4回で1回ずつイルカ飛びして手を外に抜いたら立ってまたイルカ飛びしてっていう感じで毎回立っちゃって大丈夫です。抜けましたって結構難しいと思うんですけど、できるだけ軽く抜けるようにしていけるといいと思います。で初めにやるこのドルフィンスルーで結構深めに入った方がその後浮力が出てきます。浅いとなんかもう体が浮いてないので、そこから手を上げようと思ってもその肩の肩甲骨とかの柔軟性で手を抜かないといけなくなっちゃうので割と体が硬い人にはしんどいので、深めに入ってここから浮いてくる時にだんだんこう加速してくるんです。それでもって手を抜いた方が抜きやすいです。なんかペットボトルとかをある程度深めのところまで入れてで手を離すとポーンと浮いてくるみたいな感じで、浅いところからだともうそもそも初めから浮いちゃってるんですけど上に上がる浮力がないのでちょっと深いところに沈めてそこから手を離してポーンと浮いてくるみたいな感じで、まあここに2リットルのペットボトル2本分ぐらい肺に空気入ってるのでこれ沈めたものが浮いてくるときにだんだん加速していきます。それでもってポーンと手を抜くぐらいの感じにした方がやりやすいです。なので沈んでから浮いてくるとき手をかく、でその後また沈むっていうのが大事。手をかいてこういってそのまま安心して浮いてると次がすごく手抜くのがしんどくなるので、吐いた後にここでしっかり沈んでもう一度吐いた後にここでしっかり沈んでまた浮いてくるっていうのをやるとバタフライ連続して泳ぐときに泳ぎやすくなります。今度は今のドルフィンスルーからのバタフライを
何個かつなげてやってみましょう。で、やっていく最中でタイミングずれてきたりとか、手が出しにくいなってなったら、一回また立ってドルフィンする。で、出しにくくならなければ、気持ちよく泳げてれば、そのまま25バタフライで行っちゃって大丈夫です。では、一回やってみます。手を書いて、書いた後、ここでちゃんと潜ってたと思うんです。あそこで潜ってるから、次の手を書くとき楽です。で、また手を書いた後、ここでちゃんと潜る。毎回潜ってるから、次が楽っていう感じになるので、潜らないと、次がすごくしんどくなります。次、悪い例で、潜らないでやってみます。そうすると、こういう風になっちゃいます。それでもまだかろうじて僕肩甲骨結構柔らかいので手抜けるんですけど、でも潜らないで肩が硬いと本当に手が水の上に全く出なくなっちゃうので、必ず手をかいた後潜って吐く、また潜って吐くっていう風にやると、連続してちゃんと続いていくようになります。ちょっとこういう感じでバタフライ、一回やってみましょう。でタイミング合わなくなったり、よくわからなくなってきちゃったら、一回立って、ドルフィンスルーから手をかく。そこにまた戻してもらえるといいと思います。ではまた25、4回やってみましょう。足とか疲れますか？バッチリ力入っちゃうと疲れるので、できるだけリラックスして泳ぎたいんですけど、初めはそんな余裕ないと思うので、疲れちゃうのはまあしょうがないと思います。ただ、やっていくうちにだんだん、慣れてきてタイミングが取れるようになってきたりすると、その中で伸びてる間とかはリラックスしていいんだなっていう風になって、だんだん力が抜けるようになっていきます。で、そういう風にしていけると、一番この力が入りやすいバタフライで力が少しずつ抜けるようになってくると、クロールとか他の泳ぎだともっと力抜けやすくなります。あと体重を前にこうかけていく感じとかが分かると、クロールで呼吸した後もこんな感じ、ちょっとバタフライ風味で頭突っ込んで手も少し深めに突っ込んで伸びるみたいなことをすると、バタフライみたいに体重が乗って泳げるようになります。クロールのローリングの動きの中にバタフライのこういううねらせる動きが あってきて、こういうローリングプラスバタフライのうねりみたいな感じで呼吸した後頭突っ込むっていう、そういうギャロップ的なちょっと複雑なクロールがだんだんできてくる。そうするとすごく体重が乗りやすくなるので、呼吸した後手と頭の重さを前に乗せて、呼吸した後の方がむしろ加速するみたいな感じで、呼吸すると遅くなるんじゃなくて、むしろ呼吸した方が速くなるぐらいな感じで体重乗せて泳いだりすると、より楽で進む泳ぎになっていったりします。まあ、そういうのにもバタフライ使えるので、まあ、バタフライ練習しておくと、そういうところにもいいかなと思います。来週は僕ちょっとお休みで、その後の来月ですね。来月またなんかバタフライやりたかったら、もう一月やってもいいかなと思いますし、もしくは他のドリルとか、他のやつやりたいっていうのがあったら言ってください。まあ、そんな感じでやっていけるといいと思います。じゃあまた泳ぐ方とドリルとかで練習する方でコース分かれてやっていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。あんな感じでですね、朝スイムではテーマを決めて、例えば、まあ、今月はバタフライをやりましょうとか、で、その次の月はお客様からのリクエストに応じてやってる感じなので、例えばターンがしたいっていうリクエストがあったら、ターンのドリルをみんなで練習してみたりとか、あとはクロールの呼吸とか、クロールのギャロップ泳法をやりたいとかっていうリクエストもあったりしたんですが、そういう、こう、リクエストにお答えする形でドリルを組んで、で、みんなでそれをやっていく中で、いろいろな能力を高めて、ただただバタフライが泳げるっていうだけじゃなくて、そのバタフライが泳げるその、能力っていうのをクロールに活かしていくことで、クロールの中にギャロップ泳法気味な体の
上半身の体重を乗せていくようなクロールにしていったりとか、その何かと何かが結びついていってよりいいものになっていくっていうのが大事だと思ってるので、バタフライが楽に泳げます、もしくは早く泳げますで終わらないような、もっと広がりを持った指導っていうのを心がけています。で、今回紹介したこのイルカ飛び、ドルフィンスルー、これに関しては水泳全てに通じる基礎だと思ってるので、バタフライ以外の方も、特に平泳ぎの人なんかはいっぱいやった方がいいと思います。いっぱいやってください。で、25メートル3回ぐらいでタッチできるぐらい、イルカ飛び、ドルフィンスルーを極めてもらえると、いろんな泳ぎで体重移動ってどんなものなのかっていうのが分かってくると思います。はい、では今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、そしてメンバーシップの加入が更新の原動力になっております。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。